しか食べないんだけど。あ、なるほど。で、ちょうど忙しくて、3月の多分半ばぐらいまで、酸っぱいやつとあのサプリはあったので飲んどったんですが、でちょうど今もう数ヶ月薬飲んどらんので、ちょっと一転狂犬病を打ってワクチン打った時後に一転検査を今の薬ない状態で受けてみて、また薬をどうするかご相談したい。はい、わかりました。なんかね、やっぱ変わらず今ちょっと元気なので、餌の量も同じだけ食べて、今1日27が2歳、朝と夜。月にね、2、3回ね、胃腸の調子がいいときは夜は早めにお腹が減るとき、そうすると空腹すぎて胃液を吐きそうになるので早めにちょっと餌あげるんですけど、やっぱでも、こうやってしても食べそうは食べない。まあ、僕はやってもダメだけど、嫁さんやるとたまに食べるんですけど、そうたまに。そうは食べない。はい。クロちゃん、4猫のクロちゃん、うん、今から連れてくる。いいよ。了解です。はい、中継です。あんなに、まあ、変にするやつも高いけど、あんだけはしゃいでれば、いつも庭出したら走ったら遊ぶ。はい、今日は体重でもさ、最後いつかな、これ去年の8月3050、2050、まあちょっと少ない、もうちょっと増やすの、7.5 ぐらいできればね。ちょっとご食べるの、多分食べてくれるんだったら今27じゃないですか。そうすると 5% 増やして29ぐらい、いや 10% 増やして2.7 だから、そう28か29、増やしてもその程度ね。 5% ですよね。増やすぎるところと吐いちゃうところもあるから、2月で10歳、天気は変わらない。まだだしもいいよね。うん。どうしてこれ？つながりが。いや、これそう。洗っても今日も髪が。その中じゃなくて、その前。今使ってる差はなんか光った時と見える。まずどうちょっと辛くなってください。こっち見てください。あれ？耳かいてませんか、この子。お耳かいてませんか。はい、耳はかかんない。咳は。咳は。でも興奮してるから。耳はかかんない。興奮すると前みたいな咳がちょこっと。